車めちゃくちゃ綺麗になってて、なんかツイッターで見てる車とちょっと違うなとか思ったんで、これがここまで蘇るんだなっていうのがまず驚き、この綺麗な 33GTR に戻すことができた柴田屋さんの最新技術を社長の方にインタビューしていきたいと思います。はい、ここからですね、メロンさんのこの 33GTR をレストアした柴タイヤの柴田社長です。はい、こんにちは。よろしくお願いします。こちらの視聴者さんに向けて、簡単に自己紹介だけ社長、すみません、お願いします。はい、柴タイヤの代表の柴田です。タイヤメーカーなんですが、レストアもやってます。本当はレストアなんです。あ、本当はそうなんです。本当はレストアが途中でタイヤメーカーになっちゃったんですけど。あ、なるほど。そうなんですよ。で、もともともっと古いスカイラインのレストア専門だったんですが、はい、今回たまたまメロンの車をレストアするということで。2年前に預かりまして、あ、2年前なんですね。2年前にきれいにしてほしいって持ってきて、はい、今日の R 図に出したいから2ヶ月前に仕上げてくれって言われて。なるほど。結構じゃあほぼ2ヶ月ぐらいでやったんです。あ、そうなんですね。そうなんですよ。じゃあここのテイクアウトこんなに綺麗にやっぱなるんですね。そうですね。いや、最初がひどかったんで、まあ、正直ツイッター見てたんでひどいのはちょっとあれ分かった。やばかったですよね。はい、じゃあ最初ね、まあ、あそこに写真があるんですけど、そうなんですよ。実はここにあれですよ、2ヶ月前この状態から今回はこの状態、もちろん外装もそうなんですけど、エンジンルームこんなに綺麗になるもんなんですね。そうなんですよ。まあ、これ綺麗にはなってるんですけど、その綺麗にするのを 3D プリンターを使ってやろうと思ってたんですよ。あ、3D プリンター。そう、今ね 3D プリンターの金属っていうのがあって、それでそのデジタルデータで車を直すっていうのが多分これから主流になるんで、はい、それの第1号車っていうか、まあ、その実験的にメロンの車を使ってやろうかなと思って。3D でここまで綺麗に直すことができる、はい、そうなんですよ。車をまず 3D スキャナーで全部データにするんですよ。はい、で車をデジタルデータ化して、そのダメなところを、はい、その CAD データからペッて抜いてきて 3D プリンターで出力して、それをつけて直すっていう技術なんですよ。いや、ちょっと初めて聞いたんですけど、だから、まあ、メーカーから買ってくることもないし、はい、金型を作る必要もないし、まあ、プレスをやる必要もないし、何にもない状態からシャ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 と出来上がってきて、はい、いたみたいな感じで出てくるんで、すごい。確かにもう部品供給もちろん止まってますし、でちょっと気になったのが2ヶ月で仕上げたってことなんですけど、その工期の短さ。そうで、それも 3D プリンターでデータがあったらもっと短く済むわけですよ。だから要は職人さんが直す必要がないんで、プラモデルみたいにパーツが来るんで、それをこうやってペタペタって組み合わせて溶接して塗装するだけなんで、めちゃくちゃ早くできるんですよ。例えば試作を作って合わせてとかではなくて、もう CAD 上で直すんですね。直して作ったものをもうどんどんやっていくっていう。そうそうそう、貼っていくだけなんで。うわ、すごい技術ですね。だからもうそれも、まあ、寝てる間に朝起きたら部品ができてるんで、今日はここ直そうみたいな感じで、明日はここ直そうみたいな、もうそういうスピード感なんですよね。そのレベルまでレストアが来ていて、すごいある意味ちょうどいいというか、メロンさんの北海道っていう、そうそう、もう絶望的に錆びてるのでちょうどドナー的には良かったんですけど、でもそれを使わずに結局気合で直したんですけどね、今回は。あ、そうなんです。使ってないですね。使ってないですよ。なるほど。本当はそれを全部、こうなんかドキュメンタリーチックにやろうと思ったんですけど、それにやっとる時間がなくて、CAD データまでは作ったんですけど、はい、出力する時間がなくて。なるほど。だから本当はもう一回錆びてほしいんですよ。あと20年ぐらいかかるじゃないですか。そうするとデジタルデータで直してすごいねってなるんですけど。なるほど。まあ錆びたら、はい、でも今回結構しっかり直しちゃったんで、まあ、メロンの車では多分もうできないんで、またなんかすごいのが出てくればその人を実験にして。ちょっと困ってる人、柴田社長に聞いた方がいいですね。確かに、まあここまで綺麗だったら正直メロンさんの車じゃないのかなと思ってて、そうですね、デモカーなのかなとか思ってたんですけど、これね、実はあの状態からこの状態に部品ほとんど変えてないんですよ。あ、そうなんですか。綺麗にしただけなんですよ。もともとのそのついてたものを綺麗にして、綺麗にしただけ。だからこの辺は塗って、はい、新品みたいに綺麗にしただけで、実は何にも部品変えてなくてもこんな綺麗になるんですよ。だから皆さんの車もだいぶ疲れたなみたいな感じだったら、頑張ればこうなるんですよ。本当になんていうか、もう新車ばりに綺麗じゃないですか。そう、新車ばりに綺麗に見えるようになるんですよ。はい、これ本当押せずに肉で綺麗なので、ここまで再生できる技術っていうのも今度オートサロンで出すっていうことで、それが正式本当発表なんですよね。 3D プリンターです。ああ、オートサロン出します。オートサロンの時には実際に NTT データザムテクノロジーズっていう会社がありまして、そこと一緒に共同で開発してるんですけど、めちゃくちゃ大手と組まれて、めちゃめちゃ大手と組まれて、最新の技術なんですね。最新の技術ですね。 JAXA のロケットとかの部品にも使われてるようなその技術なんで、今ちょっと本当に最先端の、宇宙開発に使われている技術を、ちょっと車にも使いましょうっていうところで、ちょっと研究やってるんですけども、2年ぐらいやってて、でこの古いスカイラインではもう実用化レベルまでいってるんで、はい、ただ古いスカイラインは自分たちが得意とするところなんで、もうバンバン部品も作ってて。はい、実際にあそこに 3D プリンターで作った部品あるんですけど、これ 3D プリンターで作ったもの。そうなんですね。こんなの普通の人作れないんで、こんな複雑な形状、はい、こういう部品がたくさんあるんで、こういうのはもう全部 3D プリンターで作って、それを組み合わせていって直すんですけど、なるほどですね。40辺までいけるんで、これをじゃあ一つで作っていって、そうで組み合わせて直していくで、作る手間も全然工数も減ってくるし、もう本当に毎回こんなの手作りで作ってたら時間がいくらあっても足りないんで。いやですよね、これ相当だって合わせたりしますよね。この GTR にも当然こういう複雑な形状の部分があるんで、そういうのはもう全部こうやって 3D プリンターしておけば、うちが修理するだけじゃなくて全国の車屋さんがめっちゃ助かるんですよね。ディーラーさんにしても車屋さんにしても、もうこれ以降お金で買えるんだったら欲しいとして絶対いると思うんですよね。でもいいっすよね、もともと GTR っていう、車でいう日本の宝みたいな車じゃないですか、それがもうよみがえりやすくなったと思うんですよね。それが本当は2023年のオートサロンで正式発表なんですが、今回取材できるということで、これ大丈夫ですか、出しちゃって。大丈夫です、結構言っちゃってるんで、心の中で。なるほど。これ結構今後レストアこれだったらやりたいっていう。そうだから職人の人たちが当然高齢化してって辞めちゃったりとか、若い子でそのレストアをやりたいっていう、実質レストアをやってる工場ってすごい少ないんですよね、今日本で。で結局技術もさることながら、あとは汚いとか寒いとか暑いとか、もうそういうのもあるし、でこれがもっと簡単にできるんだったら敷居が下がるんで、誰でもできるじゃないですか。だからレストアをもっと楽しんでやってもらって、あんなボロい車が来たら錆びて穴が開いてるって、いや普通やりたくないですよね、車や。やり方が分かんないし、絶望しますね。そうで、綺麗にできるのかどうかも分かんないし、それがもう完全な状態でこのパネルできたら誰でも直せるんで、そういう未来を作りたいなと思って。いやいいですね、もうなかなかでも本当できる会社はそもそもほぼなかったぐらいのレベルだと思うんで、結局その 3D プリンターの会社はあるけど、3D データを作れる会社がないんで、それがうちのノウハウなんです。で CAD エンジニアも雇ってて、その 3D スキャナーとかの設備ももう一式揃ってるんで、研究所みたいなやつが会社の中にあるんで、本当にこれいい実験になったんですけど、使ってないですけど。いやでもこれはですね、今後そのレストアしたいよって人多分たくさんでくると思うんで、本当に問い合わせがやっぱすごく多くて、もう今現時点多いっすよね。現時点多いです。もうだから基本レストア屋さんなんで、もうひたすらこんなことをもう25年やってるんで、もう25年鉄を叩き続けて、ついにデジタルに行っちゃったっていう。だから聞いたんですよ、芝タイヤさんなんで、タイヤピアラした方がいいですかっていうことだったんですけど、めちゃくちゃこの面白い最新技術があるということで、取り上げさせてもらって、本当に未来が変わるんですね。極端な話でいくと、全部デジタルデータにしちゃったら誰も困んないですもんね。例えば事故してガンってぶつかった、でこの辺全部 3D プリンターで出してって言ったら全部出てくるんで。っていうことですよね。そしたら必要な部品だけ作ればいいんで、すごい助かるんですよね。その代わりデジタルデータで修理するっていうのは、例えば錆びた部分をスキャナーでバーって読み取るんですよね。そうすると CAD 上に錆びた状態の車ができるんですよね。そういったらウェブですよね。ウェブ上で直しちゃう。そうウェブ上 CAD 上で直していって綺麗に作って、その作ったパネルを出力するんで、修理は実際 CAD でやってるんですよね。CAD でちゃんと作れないとだからダメなんで、 CAD エンジニアの能力がいるんですよ。バーチャル空間で作るみたいな。そう、リバースエンジニアリングとまたちょっと違って、ないものを想像して作るって言ったらあれですけど、もともと芝タイヤさんドリフトレーシングやってるところなんで、それで耐久とかもその CAD 上で測れちゃうっていうところもお聞きしたんで、当然この強度なんかも全部計算できるし、もうみんな「え大丈夫なの強度」みたいなおっしゃると思います、多分皆さん。そもそもあんだけ錆びたら強度もクソもないって話なんですけど、そこの状態からその CAD 上で作っちゃっても問題ない強度、あの状態に強度もクソもあったもんじゃないですけど、そもそも危ないですからね。これはでも確かにいい、サンプルじゃないんですが、ベース車ここまで錆びててよかったなっていうね。逆にそうですね、これが治るわけですから。本当こんな感じで、途中1枚だけ写真撮ってあるんですけど、こんな感じでね綺麗になっちゃうね。これもちょっとインサートです、詳しくさせていただいて、ちょっと今後こういったことをですね、自分の車愛車にしたいよっていう方は柴さんのホームページからお問い合わせいただけるということで。めちゃめちゃ仕事が多くてですね、日本中からレストアの依頼が来てるんで、ちょっと順番待ちが結構えぐいんで、気になる早めに聞いといてくださいね。今現状はどのぐらいとかありますか？それこそ今はスタッフが40人いるんで、はい、いいんですけど、ちょっと前まで16人しかいなくて、めちゃくちゃ増えてるですね。そうそうそう、はい、でその時はそれこそレストンを1人でやってたんですよ、若い子が。で大体1人でやってると1年に1台しかできないんですよ。でうちお客さんが3000人いるんで、例えば3000人のお客さんを全部全塗装しようと思うと3000年かかるんですよ。納期3000年ってすみません、僕が聞いた僕が間違いでした。なのでそれを最新技術で今短くしてで、今1年に大体20台ぐらいレストアできるようになったんで、はい、3000年が20台なんで単純に150年ぐらい、150年ぐらいまでは縮んでるんですよ。そういうことですね。そう、ただ、まあ、預かってる車自体は今半年とか1年ぐらいでやるようにしてるんで、はい、まあその時全員がやるわけじゃないんで、でそれがもっと短くなるんですよ。そういうことですね。そうだからもうデジタルデータでやらないと、はい、何回生き返っても多分もう瞬間的に思いました。まあ無理だと思ってなんでそれが今後さらにできてくるっていうことなので、そしてあとはまあうちだけじゃなくていろんなところでやってもらえればいいので、うちがパネルを出せばうちじゃなくてもどこの車屋さんでもできるんで、そしたら3000台がみんなでやればあっという間に終わるんで。そういうことですね。だからもう本当に全国レストアで待ってる人たちがたくさんいると思うんですよ、はい、その人たちがみんなすぐ乗りたいじゃないですか、やっぱり。できるだけ早く、はい、でそれがたまたま4年ぐらい前にフェラーリのレストア工場にザナシーという会社があるんですけどに見学に社会勉強に行ったことがあって、でその時に世界中から来るんですよ、フェラーリのレストアが、飛行機で来る、飛行機で。なるほど。で名古屋ナンバーとかもあって、はい、あ、そうなんですか。これいくらするんですかって言ったら、飛行機代片道500万ってもう次元が違う領域です、ね、そうそう。で往復1000万みたいな。で自分たちはもう100年とか10年という概念でやってたんで、その頃はこれ一体どれぐらいできるんですかって、大体3ヶ月から半年だよね。短いですね。まあ、そこは 3D プリンターまだ、まあ、4年前なんで使ってなかったんですけど、はい、それを聞いた時に短くやるっていうのがやっぱかっこいいなと思って。なるほど。でうちも設備も増やして、はい、人も増やして、でまずその量産っていうか早くできるように、それをさらに加速させるのがデジタルデータだなって。まあでも業界の常識をもうぶち壊しているというか、ただ、はい、うちだけがやるわけじゃないんで、そうですね、うちでやったやつを皆さんに使ってもらうっていうんで、だからどっちかというと供給側になるんで、お近くの使っている車屋さんに問い合わせいただいて、はい、この国のレストア全部うちに来ちゃったらとてもじゃないけどできないんで、やっぱり、ね、全国の車屋さんとショップさんと板金屋さんとディーラーさんとみんなで手をつないでですね、はい、みんなでやろうっていうふうにならないとその方がいいんですよ。ということは視聴者さんでレストア気になった方がいらっしゃったら、下タイヤさんにもちろん聞くっていうのもあるかもしれませんが、うん、お近くのショップさんにこの情報を教えていただいて、こんなことが起きるそうだぞ未来にって言ってもらえればということですね。まあ、あとはこっち側としては車種をできるだけ増やしていって、はい、データのできるだけ多くのパーツが供給できるようにすると、そのビッグデータまでは作っていくっていうところが今後の。そうですね。まあ当然そのボディのデザインとかライセンスとかが出てくると思うんで、はい、まあ自動車メーカーさんと話をして、まあ、その辺どういうことでしょうっていう話をしながら、ダメじゃない範囲でやっていきたいなっていう感じ。なるほど、ね。ダメって言われたらできないんで、そんなことやっちゃダメって言われたら。まあこの最新技術をじゃあどのように、まあそういう認可とかももちろんあると思いますし、そのあたりのこともまあ社長の例えばツイッターだったりとか、まあそういったところで追っていただくと、そうですね、よりいい情報が多分皆さん見れると思いますんで、この動画の概要欄の方に柴田屋さんのホームページと社長のツイッター添付させてもらうよろしいですかね。ありがとうございます。もうぜひフォローして最新の情報をチェックお願いいたします。はい。すみません、じゃあここまで詳しくご説明していただきまして、ありがとうございました。社長ありがとうございました。よろしくお願いいたします。ぜひですね、皆さんもまたこの動画がいいなと思ったら高評価ボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。それではまた。ここまでご視聴いただきありがとうございました。モーターズチャンネルではスポーツカーからキャンピングカー、最新の車にパーツ情報など車の面白さを伝えるために僕たちが日々走り回っています。あなたの好きな車が出てくるチャンスがいっぱいあるので、ぜひチャンネル登録してください。登録したらベルのマークも忘れずに。